今回は F1 史に残る悲劇的な事故について4つ紹介するぜ。こういう話は聞くのは怖いけど興味があるわ。かなり衝撃的な内容もあるので、閲覧には十分注意してほしいんだ。じゃあ今回は、悲劇事故4選を紹介していくぜ。ロニー・ピーターソン。最初に紹介するのはロニー・ピーターソンだ。ピーターソンは1944年生まれ、スウェーデン出身のドライバーだ。ピーターソンはカート時代からその名を轟かせ、その後スウェーデン F3 を連覇。1970年 F1 デビュー。翌年も秋から参戦すると、いきなりドライバーズランキング2位を獲得。F1 界屈指の速さを持つドライバーという評価を得たんだぜ。F1 デビュー2年目の年にランキング2位に入るなんて、すごい才能の持ち主だったのね。そうだな。そんなピーターソンに悲劇が訪れたのは1978年、第14戦イタリアグランプリでのことなんだぜ。モンツァサーキットね。この年ピーターソンはロータスから参戦。チームメイトはマリオ・アンドレッティ。この年ドライブするロータス7級は非常に完成度が高く、この時点でランキングはアンドレッテが1位、ピーターソンが2位につけていた。ロータスが独走状態だったのね。そうだな。この時点でチャンピオン獲得の権利は2人だけで、このレースで6ポイント差以上つけばアンドレッテのタイトルが決まる状態だった。お互いかなり気合が入る状況ね。そうだな。しかし、ピーターソンは次々と不運が重なるんだ。どういうことなの？まず、予選でマシントラブルの影響で5番手スタートに沈んだ。その後、決勝直前のウォームアップでクラッシュしてしまったぜ。ピーターソンはどうなったの？足に軽い怪我をするのだが、それ以上にスペアカーの問題が発生したんだぜ。身長170センチのアンドレッテ用に準備されたスペアカーには身長180センチのピーターソンは収まりきらず、泣く泣く旧型のロータス78で決勝レースに挑むことになるのだ。確かに、少し運が悪いわね。しかし、本当の悲劇はここからさらに訪れるんだぜ。午後3時半、決勝レースがスタート。フォーメーションラップが開始される。各車フォーメーションラップを終えグリッドについていくが、ここでスターターがミスを犯してしまった。何をしたの？まだ全車がグリッドについていないのにもかかわらず、グリーンライトを点灯。レースをスタートさせてしまうんだ。なんてことなの？なぜ、そんなことを？どうやら前列の2台、アンドレッティとジルビルヌーブの動きに気を取られてしまったとのことなんだぜ。前は慌ててスタート、後ろはスピードが出た状態でスタートとなり隊列は広いモンツァのホームストレートいっぱいに広がった。ホームストレートが広くてまだ良かったわね。そう思うよな？しかし、これがすごく危険なんだ。どういうことなの？モンツァサーキットは当時、1コーナー手前からコース幅が急激に左へ狭くなるレイアウトだったんだ。よって、ホームストレートで広がったマシンがそこに殺到する。危険すぎるわね。ピーターソンのスタートはどうだったの？ピーターソンはこの混乱の中、遅れを取ってしまうんだ。5番スタートのピーターソンは6位から9位スタートのジョーンズ、ワトソン、ラフィー、シェクターにパスされる。また、左にはカルロス・ロイテマン、右にはジェームス・ハント、さらにその右にはリカルド・パトレーゼがいた。4台が横並びでさっきの狭くなるエリアに向かったの。そうなんだ。ここで悲劇の事故が発生してしまうんだぜ。まず4台の中で1番スピードが乗っていたパトレーゼが、ハントの前方に割り込む形で急激に左に進路を変えたんだ。行き場をなくしたハントはたまらず左へ動き、横にいたピーターソンの左後輪に接触。コントロールを失ったピーターソンは右へ大きく車高。ガードレールに正面から激突。またこの際に燃料が漏れ出し、爆発炎上しながらコース中央に跳ね返った。結果、合計10台が巻き込まれる多重事故となったんだ。壮絶な事故ね。ピーターソンはどうなったの？奇跡的にピーターソンに意識はあったが、足を負傷し、燃え盛るマシンから脱出できずにいたんだ。そこで事故に巻き込まれたパトリック・デパイエが、真っ先に救助に向かう。デパイエはピーターソンのステアリングを蹴り上げて外した。そこにハントたちも加わり、ピーターソンを引きずり出したんだぜ。勇敢な行動ね。コースに寝かされたピーターソンは前述の通り意識はあり、身振りを交えて話す様子も記録されているぜ。また病院に運ばれる際には取り囲む報道陣に対し、膝の具合？ものすごく痛いんだよ。と叫んだ。足の怪我は深刻そうだけど、命は助かってよかったわね。そう思うよな。ところが、さらなる悲劇が訪れるんだぜ。そうなの？病院で足の複雑骨折が判明したピーターソンは、即手術を受けることとなった。しかし、医者の中には容体が安定してからの方がいいのでは？と考える者もいたんだ。なんか不気味に感じるわね。2時間半ほどの手術は無事成功し、一度は全員が安堵した。ところが、深夜を過ぎた頃、ピーターソンの容体が急変する。骨折部位より血管に流れ出た脂肪粒が血管に詰まり、血液循環を阻害する状態となったんだぜ。危険な状態ってこと？そうだな。朝方には脳の活動が停止。
ピーターソンは午前9時頃帰らぬ人となってしまったんだぜ。なんということなの。強度の低い旧車の使用、スターターのミス、イタリアでの開催、度重なる不運がピーターソンの命を奪ったんだぜ。待って、イタリアでの開催が不運ってどういうことなの？当時、イタリアの医療レベルは高くなかったんだ。後にニキラウダはドイツの医療がイタリアより高いことから、ドイツグランプリならロニーは死なずに済んだと語った。そんな、残酷すぎるわね。またパトレーゼは事故の原因を作ったとして、次戦を出走停止となり、多くのドライバーから非難された。中でもハントはパトレーゼを F1 から追放しようとするなどし、引退後もメディアでパトレーゼを酷評し続けたんだ。だが結局、その後の写真判定でパトレーゼの過失は認められず、名誉を回復するんだぜ。しかし、ハントは姿勢を変えず、二人の関係が修復されないままハントは1993年にこの世を去った。真相は闇の中って感じね。また、もう一つの悲劇としては家族だ。事故後、妻のバーバラと2歳の娘レナは、ピーターソンの親友のジョン・ワトソンと同居する。しかしバーバラは事故から8年後、自ら命を絶ってしまうんだ。なんて悲しい話なの。この事故はピーターソン本人だけでなく、多くの関係者にショックを与えたんだ。ジョン・テイラー。次に紹介するのは、ジョン・テイラーだ。テイラーは1933年生まれ、イングランド出身のドライバーだ。25歳頃から本格的にレース活動した結果、F1 には計5回出場。そのうち1ポイント獲得するまでに至った。時代とはいえ、レースを始めた時期も遅いのに、F1 でポイントを獲得するなんて、優秀なレーサーだったかしら？そうだな。そんなテイラーが悲劇に見舞われたのは1966年、第6戦のドイツグランプリ、ニュルブルクリンクでのことであった。ニュルブルクリンクってあの有名な長いサーキット？霊夢詳しいな。有名な超難関サーキットだ。長いだけじゃなく、難関なのね。コーナー数が170以上もあり滑りやすく、道幅が狭く、バンピーなサーキットなんだ。加えてこの年のレースは、さらに悪条件が重なった。何があったの？まずは天気だ。決勝当日は激しい霧と雨の中行われた。もう一つは、当時は出走台数を稼ぐため、カテゴリーが一つ下の F2 レースが混合で開催されていたんだ。混合でレースを開催？危険すぎない？今じゃ考えられないシステムだよな。そんな中でレースはスタートした。一周目、ブラバムの F1 マシンに乗るテイラーはコースアウト。その後、コースに戻った際にテレルの F2 マシンに乗るジャッキー・イクスに接触したんだぜ。案の定、っていう感じだわ。テイラーのマシンは炎に包まれた。病院に搬送されたテイラーはコックピットに立って車が十分に減速するのを待っていたが、すぐにガソリンタンクが爆発した。と語っている。状況がつかめないわね。ちょっと待って、ということはテイラーは助かったのね。ああ、事故後1ヶ月は生き延びたんだ。どういうことなの？順調に回復していっていたのだが、約1ヶ月後に敗血症にかかりなくなってしまうんだ。そんな、せっかく助かったのに。余談だがテイラーについては、あまり多くの記録が残されていなかった。そこで事故から約40年後に、アンディ・スティーブンソンという男が調査したんだ。スティーブンソンはイクスに事故について話を聞いた。イクスはテイラーがマシンの上に立って頭からつま先まで燃えるのを確認したと語った。それに加えて、自身がテイラーの上に身を投げ炎を消したとも語ったんだぜ。いくつも命がけでテイラーを助けようとしたのね。また、当時のテイラーの妻とも会い、このことを伝えた。妻は長い間、いくつに対し憎悪の気持ちを持っていたが、その気持ちを猛省し、改めると話したんだぜ。不幸な事故だったけど、研究熱心な人のおかげで疑いが晴れたのね。ジュゼッペ・ファリーナ。三人目に紹介するのは、ジュゼッペ・ファリーナだ。ファリーナは1906年生まれ、イタリア出身のドライバーだ。ファリーナはあらゆるジャンルのスポーツで活躍したぜ。また政治学の博士号も取得していたことから、ドクターファリーナとの異名を持った。運動も勉強もできる、オール5タイプなのね。また F1 が開催された1950年。初戦のイギリスグランプリ。このレースでポールプインを達成するんだ。ということは、F1 の初代ポールポジション。初代優勝者ということ？そうだな。しかしそれだけじゃないぞ。ファリーナは、この年のワールドチャンピオンにも輝くんだ。加えて初代チャンピオン。凄すぎるわ。日の打ちどころがない完璧な男ね。そうだな。しかし、彼には重大な欠点があったんだぜ。何だったのかしら？欠点というのは彼のレース人生、事故が非常に多かったということなんだ。どういうことなの？レースキャリアの始まりはヒルクライム。彼は最初のレースでいきなり事故。肩と顔を負傷した。また、1936年と1938年には、他のドライバーを巻き込む大きな事故を起こしたんだ。この二つの事故ではファリーナは無事だったが、事故の相手ドライバーは亡くなっているんだ。そうだったのね。
また1953年、F1 史に残る悲惨な事故を起こしているんだ。どんな事故だったの？それは1953年、第一戦アルゼンチングランプリでのことだ。事故の背景として当時のアルゼンチンのペロン大統領がこのレースの無料観戦を実施したんだぜ。無料で F1 が見れるなんて、今じゃ考えられないわね。そうだな。しかし、その影響で過大な数の人が押しかけ、レース開始時にはサーキット沿いに群衆が並んでいた。なんか怪しい感じがするわ。その状態のままレースはスタートしたんだぜ。32周目、アリーナは高速コーナーのクルバノルエステに差し掛かった。その際に突如少年がコースを横切った。アリーナは避けようとしてコントロールを失ってしまう。まさか、そのまさかなんだぜ。アリーナは群衆に突っ込んでしまった。結果、観客10名が犠牲となったんだ。ちなみにこの事故は F1 における最初の死亡事故だったんだぜ。そんな不名誉な初代〇〇はいらないわね。アリーナはどうなったの？アリーナはこの事故でも生き延びたんだぜ。だが、その後も数々の事故を起こす彼に対し、あのエンツォ・フェラーリも苦言を呈しているんだぜ。これだけ事故を繰り返したら、命がいくつあっても足りなさそうね。そうだな。彼は1966年に事故で命を落としてしまうんだ。やっぱり、今度はどのレースで事故を起こしたの？彼の最後は、レースではなく交通事故だったんだ。どういうことなの？映画グランプリの撮影のため、F1 フランスグランプリに車で向かっていた。しかしその途中、凍った路面で滑ってしまい、電柱に激突し、亡くなってしまうんだ。なんということなの？レースでは重大事故を繰り返すも生き延びた彼の最後は、皮肉にもレース外での事故だったんだ。そうだったのね。マーティン・ドネリー。最後に紹介するのは、マーティン・ドネリーだ。ドネリーは1964年生まれ、イギリス出身のドライバーだ。ドネリーは若手時代から才能を開花。1987年に F3 世界一を決めるマカオ選手権で優勝し、1989年に F1 デビュー。1990年には名門ロータスに移籍した。エリートコースに乗っていたのね。そんな中行われた第14戦のスペイングランプリ。ヘレスサーキットにて悲劇が起こってしまう。ちなみにこの日の朝、来季のナンバーワンドライバーの契約を済ませたばかりだった。希望に満ち溢れている時の事故だったのね。予選の1日目。ドネリーは最終コーナー手前の高速右コーナーで事故を起こしてしまうんだ。6速全開で駆け抜けるこのコーナーで、ドネリーのマシンの左フロントサスペンションが壊れてしまった。そのまま左のガードレールに垂直に近い形で激突。事故の際は時速225キロ、42G が発生した。ドネリーはどうなったの？カーボンファイバー製モノコックの前半分が粉々になり、ドネリーはシートごと、約40メートルコースに投げ出された。ひどいわね。でも、すごい衝撃だったとはいえ、なんでマシンが粉々になってしまったの？実は当時のロータスは、深刻な資金難に悩まされていた。この時のモノコックも1万キロ以上も走行し疲弊していたんだ。資金難は大変だけど、安全性を大切にしてほしいわね。本当にその通りだぜ。コースに投げ出されたドネリーの手足は、あらゆる方向に向いており、その姿は関係者に衝撃を与えるんだ。ドネリーは助かったの？全身の数箇所骨折、また内臓破裂などで3度心臓が止まって、ドネリーの母親は臨終の儀式の準備も行っていた。しかし、最終的には一命を取り留めるんだ。よかったわ。すごい生命力ね。その後はどうなったの？5ヶ月間の入院の後、ドネリーはオーストリアのダングル診療所に行くことを決意したぜ。ここはニキ・ラウダが1976年に大事故を起こした時、ラウダの命を救った病院だった。レーサーに戻るつもりね。またラウダは自身が経営するラウダ航空のチケットを手配。無償でドネリーをオーストリアに向かわせた。ラウダ、なんて優しい男かしら？結果、ドネリーの体は日常生活では問題がないレベルまで回復したんだぜ。しかし、5秒以内にコックピットから出なくてはならないテストに合格できず、レーサーとしての道は断たれてしまった。その後はストレスからか、事故後懸命に看病した妻との間に亀裂が入り、離婚しているんだ。そうだったのね。波乱万丈の人生ね。そしたらレース界からはいなくなったの？いや、レースに携わり続けているんだ。1995年頃には自身のチームを立ち上げたぜ。その後も若手ドライバーの育成をするなど第二の人生を歩んでいるんだ。そうだったのね。辛い過去があっても前を向いて前進している姿に感動するわ。近年の F1 はマシンはもちろんレギュレーションの安全面も当時と比べ格段に上がっている。それは今日紹介した事故や悲劇的な出来事から先人たちが学び、安全な F1 を構築してきたからこそだと言えるんだ。時速300キロを超えるスピードの中でコンマ1秒を削る F1。その極限のバトルと安全性を共存させる永遠とも言える作業を、今後も続けていってくれることを願うばかりなんだ。
他にも印象に残る悲劇の事故があればコメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。